長生院旗桜は埼玉県敷市柏町三丁目の長勝井に後にある桜の古木である。敷地指定天然記念物に指定されている。長生院旗桜は山桜の一種で日本桜学会が発行する桜の科学の1998年9月号では世界に一本だけの新種とされた。樹齢400年と言われ、幹回り約3メートル。 高さ約11メートルである。一重で比較的大輪の花を咲かせ、中には湧水の1.2本が旗弁をなすものがあることから、旗桜と呼ばれる。昭和期まであった長勝院にあった桜であることから、長勝院の桜と呼ばれていた。1993年10月6日に、市の文化財に指定された。 開花時期は年によって前後するがソメイヨシノより遅れて1週間ごころ、平年4月上旬から中旬にかけてである。四季市では、環境教育推進委員ほか、ロータリークラブなどが、ボランティアで、元木の栽培及び若木の植樹に取り組んでいる。2000年5月5日には、埼玉新聞社の21世紀に残したい、埼玉ふるさと自慢100選に選出された。 市内の和菓子店ではこの旗桜にちなんで作られた、長商院は田桜まんじゅうや旗桜最中、日本、酒畑桜が販売されており、隠れた色紙の名物となっている。ありがとうございます。